柴久氏は、五代甲州の第二代皇帝。病号は清掃。五代で随一の名君とされ、甲州の前世紀を築き上げたが若字にした。実父の柴主霊は、各武氏の妻の柴氏の兄である。柴氏は、各武氏と同郷の慶州出身で、各武氏の即位前より内助の功を発揮し、その派行を助けたという。柴氏は、 角武氏の即位前に死去し、即位後に、角武氏がその死を惜しんで皇后を追贈した。柴久氏は幼い頃より、おばの突ぎ先である、角武氏の家で養われ、後進末に、角武氏の養子となっていた。角武氏が権力を獲得していく、戦いの中で、柴久氏も助力し、角武氏が五冠の数密氏。 天根優軍説土地となると、柴久氏も、各武氏の下で、天遊軍基盤軍の葬式官となり、各武氏が五官に対して、クーデターを起こして、開封へと進行した際には、根拠地である、儀州の防衛を任された。各武氏が即位して、州を建てると、州説土地とされる。各武氏の一族は、五官の陰見角に殺害されていたこともあり、九百五十四年に、 各武氏が没すると後継者に指名されて即位することになった。岡田秀弘は、現在の地図を見ると、河北省の南端に、竜隆氏県と境内市があり、互いに隣接している。そればかりではない。実は、戦費の党が起こったのも、竜隆氏県であり、その先祖の李博氏、李隆鈴の二代の墓がここにあり、李隆鈴の息子が、李トラであった。 つまり、劉隆氏権は、戦費の重地だったのである。これから考えると、各氏、柴久氏ももともとは戦費だったと考えてよいと、述べている。即位後、各氏が死んだ隙をついて、北官が、吉丹の援軍を得て進行してきた。両軍は、沢州、高平の友江港原で激突、序盤で自軍の一部が、北官に不利窮地に陥る。しかし、 清掃自ら史跡を犯して特選し、将軍、超教員の奮戦によって押し返し、北韓軍を撃破、逆に北韓の首都の大連を包囲した。この戦いでは、北韓を滅ぼすまでは至らずに退却する。節土氏は、大きな軍事力、支配地に対する行政、財政権を兼ねて持ち、軍閥化して、独立、各挙の傾向が強く、五代を通じて、 戦乱の大きな原因となっていた。また、高等の民衆の時に近軍として、自衛士が整備されていたが、歴代の皇帝がこれを優遇しすぎたために、恩賞が約束されないと戦わない強兵となっており、再編成のための老兵の解雇さえ困難だった。対して、柴久氏は新たに都の全軍を編成し、節度氏の配下から、 優秀な兵士を引き抜いて、都の全軍に組み入れ、その指揮権を皇帝のみが持つようにした。こうして、節度師の弱体化と金軍の、境界コール皇帝権力の強化が達成された。また廃物令を出し、仏教勢力の力を弱め、法難と仏教側からは非難された。しかし、それまでの廃仏で多かれ少なかれ仏教と対抗する、道教側からの示唆。 介入があったのに対して、芝久氏の廃物は、純粋に、経済、国家統制上の観点からのものであり、税、兵役寄費を目的とした出家や、資産の寺院への流出の防止、仏教勢力からの権益の獲得を狙いとした。これらによって増えた税収と没収財産は、軍事再編成の費用に充てられた。また、銅の使用を禁じる法令を出した。これは、 当時の貨幣である銅貨を鋳造するためのものであり、当時は貨幣経済の発達と五代十国の分裂による銅生産地との断絶で大幅に銅が不足していたからである。また廃物令の一環として銅製の仏像を没収し、これも銅貨に鋳造し直した。さらに各武氏以来の方針を受け継ぎ、租税の軽減や農村の復興を行った。また、 大衆系統という国宝を定めている。これらの蓄積をもとに、柴久氏は党滅亡以来の統一を目指して、奔走する。955年、初めに、四戦の後、諸区を攻めて、旗州をはじめとする四州を奪った。さらに同年の冬から、十国のうちでの最強国である、南党を攻める。南党も激しく抵抗し、 この戦いは3年にわたるが、958年に、君主の利は降伏し、和睦の代償として、南島の長江以北の領土の割上や、広州に対して、南島は皇帝号を廃して、国主と名乗るなどといった条件を取り決めた。この愛河から長江に至る地域は、中国でも最大の塩の産地が含まれており、 南東の高い経済力はこの地があればこそと言っても過言ではなく、この地の占領はまさに南東の政策余奪権を握ったと同義であった。以後、南東では自国内の使用の供給を賄うことができず、逆に、公衆から毎年30万国の援助を受けるようになる。南東を抑えた、柴久氏は、次に、 軍事的に最強の敵である北の吉丹とその、衛星国である北館を相手取り、959年に、援軍16州のうち、南寄りの幕州、英州と、名州、河原橋関、ますます、津関、奥地関の3州3関を奪取した。さらに軍を北上させようという州へと入るが、芝久氏はこの陣中で病に倒れ、開封へ引き返し、間もなく死去した。 去年39、柴久氏の後を継いだのは、わずか7歳の息子の柴修君であった。しかし5代の先例に漏れず、すぐに、軍内の兵士たちによる実力者擁立の動きが出て、来る。それが、柴久氏に、最も信頼されたとの前途点検の長教員である。軍部の衰退を受けた、長教員は、柴総君より前乗を受け、北総を立てる。 殺伐とした戦乱の時代である五代十国時代では、前王朝の皇帝は殺されるのが通例であったが、柴宗君は手厚く保護され、柴氏は、南宋の滅亡まで実に、約320年の間、直命により優遇された。越王柴州吉美、柴州誠柴州、張王柴州君宗王、柴弘史譲る王、柴弘史金王、柴機会。 ありがとうございます。